チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のディナータイムは桜餅、でもね、ちょっと食べられてないねんけどもね。葉山、和菓子葉山、葉山の和が、柏餅、産地奈良。税抜き価格320円、320円で4個入りやね。ちょっと安いけど、ちょっとちっちゃいねんけどもね。いただきます。いただきます。おー、めちゃくちゃ葉っぱがしょっぱい。あんこの甘さを、しばき倒すぐらいしょっぱい葉っぱ。これぐらいしょっぱくて美味しいけど、ちょっとやりすぎ感があるな。塩味であんこって甘み増すんやけど、それをこれぐらいしょっぱい。美味しいよ、マジで。うん、マジで美味しいけど、それとこれはもうちょっと塩味控えた方がいいかな。桜餅自体はめちゃくちゃ美味しい。もしかしたら皮剥がしてもそのしょっぱさで食べられるかもしれない。で、まっちゃんは葉っぱが食べたいからね。見事でした。はい。ということでね、今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のデザタイム、桜餅4個入りで320円でした。1個またね、子供ちゃんが分けて食べるでしょう。はい。ということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯の後でやったりも桜餅美味しかったです。ごちそうさま。もうそろそろね、桜餅もシーズン終わりかなっていう時にね、食べられてよかった、美味しかった。今年は3種類食べられました。はい。ということでね、この後また見つけたらまた買って食べたいけどね。ということで、桜餅大好きあっちゃんでした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのデザタイム、桜餅良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。